連行とは、講義には、木製か連行族の総称。競技には、連行族の種の一つ、学名フォーシシアサスペンスの和名を指す。一般には、講義の意味で称されることが多い。俗名のフォーシシアは、19世紀初頭に、イギリスの王立植物園の監督官を務めた、園芸家、ウィリアム・フォーサイスにちなむ。満開の連行連行は、 木製花蓮行属の落葉性低木工葉樹。別名、蓮行宇つぎ。古名は、イタチわぜ、イタチグサ、中国名は、蓮行、コーヒサシタン。英名は、ゴールデンベル。種小名のサスペンスさは、枝が垂れる意味である。和名の蓮行は、漢名の蓮行を音読みしたものであるが、実は中国で過去に異なる植物を指すものであった。 そもそも原産地の中国で連獄とは、本来ともえそう、公海道もしくはと切りそうのことを指したが、これらどのみも薬用されていたこともあって、そう以降からは、現在の山西省の南東部で大量に生産された、現在の連獄のみが連獄と称して売られるようになり、ついには連獄が連獄として認識されるに至った。民の本造項目にある連獄の実の差し絵は、 現在の連行の実の形とは、ほぼ同じである。現在の中国においては、連行と書くと、日本と同様に、放射やサスペンス者のことを指すが、河北省、紀州省や台湾など一部の地域では、ともえ草のことを連行と呼ぶこともある。私有一種。繁殖力が旺盛で、よく茂る。樹高は1から3メートルまで育ち、半鶴聖の枝は湾曲して、伸び下に垂れ。 地面に接触すると、そこからも根を出し新しい株ができる。枝は竹のような節を持つ。また、枝の髄が早期に消失するため、節の部分を除いて中空になる。このことから、空の木、蓮行うつぎという別名がついた。この故障は最初、本来の蓮行との御用に気づいた時、区別するために使われた。まだ葉が芽吹く前の早春。 二から三センチメートルの黄色い四弁の花が細い枝に密に多数開く。その花が咲き終わる頃、入れ違うかのように今度は緑色の葉が体勢に芽吹き、それが秋になると能力色、外粉色、紫色と順に変色し、最後に落葉する。ついた果実は漢方薬として用いられる。中国原産。日本へのトライは古く、出雲国風土記や、 演技式にも、蓮行の名前が見られる。フローエンの蓮行蓮行族属には、7種の原種、及びいくつかの演芸用に交配された雑種がある。どの種も黄色い四弁の花が、特徴的である。中国、朝鮮半島、ヨーロッパ各地でも多く植栽され、春を告げる花として知られている。日本の公園や庭木などで、蓮行として、一般的に植栽されているのは連、蓮行 シナレンギョウ、朝鮮レンギョウである。体幹性対処性に優れているため、日本全国に分布している。大気汚染や病虫害にも強く、どんな土壌でもよく育つことから、庭木、公園、垣根に用いられることが多い。これら三種はよく似ているが、幹を縦に切ると、レンギョウは、目の出る、部分以外が、中空。シナレンギョウは、目の出る部分を含み細かいはしご状の髄があり。 朝鮮連行は、目の出る、部分以外に細かいはしご状の髄がある。また、連行、朝鮮連行の枝は弓なりに長く伸び下水するが、シナ連行は、枝が直立し上向きに張って伸びる傾向があるため、園芸業界では、それぞれ、シダレ連行、木立連行を特別して、呼ぶことがある。戦術したように、日本で一般に植栽されている、連行。しかし、 日本にも一部の地域に自生している野生種がある。これら日本原産種は他の蓮業類に比べて開花時期が4から5月頃と遅い。ヤマト蓮行は葉に咲きなって花を咲かせ、小豆島蓮業は葉の展開と同時期に独特の緑色を帯びた黄色い花を咲かせる。この二種は全国的にも限られた地域にしか分布しない固有種で森林開発、人工増林、 園芸採取などによって、現在の生育地で絶滅すると野生状態では、地球上から完全に消滅してしまうことになるための、レッドリストに準拠した環境省のレッドリストによって、絶滅危惧種に指定されている。最近では、インテルメディアにさらに別の品種を交配させたり、また他にも多くの品種改良が行われ、様々な鑑賞用の品種が作出されている。漢方医学では、 レンギョウと呼ばれ、下熱剤、消炎剤、利尿剤、排尿剤、腫瘍、皮膚病などの鎮痛薬に用いる。成分にトリテルペン、モノテルペングリコシド、リグナンを含み、強い抗菌作用がある。成熟果実を一度蒸気を通した後、天日で乾燥し用いる。日本薬局方においては、レンギョウ、またはシナレンギョウの果実を用いている。 蓮行が配合された宝剤の霊鎌倉市の赤月印などがある。俳句では春の季語である。4月2日は彫刻家、詩人の高村光太郎の命日で、これを蓮行記期とも呼ぶ。これは高村が生前好んだ花が蓮行であり、彼の告別式で棺の上にその一子が置かれていたことに由来する。ありがとうございます。